第5章、政治陰謀としてのビートルズ。反、反対制運動としてのグローバリリズムと麻薬。ビートルズ、を褒めろの脅迫。ビートルズについては悪いことは言われていない。それはそうだろう。ビートルズは20世紀後半の音楽の流れを変え、広い意味でロックを時代の中心に据えた、文化の中心に据えた英雄だということになっている。ビートルズの音楽こそは歴史の勝者であり、言うなれば、経済に先行したグローバリズムの極地である。 その周りには良い意味の神話だけが舞い飛んでいる。1980年に暗殺されたジョン・レノンなどはそのまた極致である。そしてその遺産の中で食べている人々が無数にいるから、違反や悪口などは排除されてしまう。わからない奴は時代がわかっていないのだという凶悪めいた考えまで存在する。その神話のほはほとんどのところ、情報暴力のプロが全力を挙げて作り上げたものであり、一定の意図を持って作られたものだということが知られていない。 ビートルズの登場当時、私はそのことになんとなく気づいていた。人にはうまく言えないし、分析能力もまだなく、情報を収集する力もなかった。友人に問題を提起する力もなかった。そう思考しているうちに、あっという間にビートルズとその音楽の帝国は文句のつきようのない権力になった。権力ということのうちにはビートルズは断然たる善である。政治的な隠されてい意図があるぞというような議論自体が、 無価値なばかりか下劣であるというムードの喪失も含まれていた。それは自然にできたものではなくて、中心にはビートルズを褒めろという驚愕シ話のごときものも含まれていた。情報操作、あるいは価値観の操作が重要な一環として組み込まれていて、我々が感じたちょっとそっちの疑問ぐらいでは、新しい時代が分かっていないからだと跳ね返されることになった。ビートルズの登場と権力への登壇の時期は60年代半ばである。 若者たちが新た,な新たな社会変革運動を作り出そうとしていた時だった彼らはマルクス主義では捉えきれない多様な現実に対して苦闘しつつシステム変革の新たな思想を作り出そうとしている時期だったその思想はぼんやりとしていただけだったが現実の方では65年にベトナム戦争が勃発反戦運動の波が盛り上がったそんな慌ただしい波に嫌悪なく守れながら若者たちは次に来たるべき世界図を構築しようとしていた そうせなならない時期だった反資本主義、軍国主義だけでなく、反規制社会主義反、反単純平和主義が必要になり、その上で世界の未来像を作らなければいけない時期だった。そこで今日の反グローバリズム反、反資金主義につながる運動の基礎が据えられるべきだった。1963年に米国のケネディ大統領が暗殺されて、それらの犯行の陰にイスラエルやそれにつながる資金資本の陰が暴かれそうになっていた。 そのことに危機感を持つ勢力が若者たちの運動を何とかして止めようとしていたのだと思う。実際、ビートルズの利用はケネディ暗殺と同じ頃から始まっていたし、ビートルズの大売り出しは学生運動の世界的拡大の時期に行われた。伝説になっているビートルズの日本登場66年は、先方からの売り込みだったことが明らかになっている。マネージャーあたりやプッシュチャインが直接コネクションもなかった日本のプロモーターに電話してきたのだった。 当時の世界常識からは安いチケット代で,で公演が行われた事実が2005年正月のテレビ朝日の番組で暴露された。これは商売抜きの学生運動対策だったというのがその番組の結論だった。そんなこともわからなかった私自身は当時20代後半になろうとする遅ればせの大学院生であって60年代後半までの学生運動の闘争から弾き出されている時期だった。 私の妻も自治会委員長まで経験した小さな国立女子大での学生運動を終わり、妻の兄も明治大学で二度の中央執行委員長を終わって自分自身とその運動の育成を考えている時期だった。60年安保及びその後の停滞期の学生運動、日韓条約、大学管理法を得たものは、成田闘争が過激化し、内部暴力、内際も拡大し、その延長線上に広がった全教闘運動に共感とともに思想的展望のない不安を感じていた。 もちろんそこからさらに歩みを進めて、後の全教闘運動に加わった者もいる。社会主義学生同盟マルクスレーニン派、ML 派の今井隅、個人、元参議院議員、豊浦清志、元同秘書などである。社学道マルクス主義先生派だった坂井一郎、経済学者もそうだ。今井はその後長野県での医療活動を終えて、70年代に暴力革命を諦めた。 本人が1994年に私にそう語った後、社会と当時に入党、後に長野選出の参議院議員、最後は民主党になった。医療行政の改革について期待する政治家であったが、2002年、60歳そこそこの若さで骨を去った。葬儀の祭壇正面には ML 派のヘルメットが置かれていたという。その ML 派の拠点であった東京学生会館には今は亡き妻の兄、戸田勝義もいた。 戸田は一旦運動から学業に戻り、気の教授、和田秀夫、憲法学者個人から将来の教授を視野に置いた助手として大学、明治大学法学部に残ることを勧められる。しかし、統合出張症発症、運動で知り合って結婚した妻との家庭も崩壊、故郷広島県三原に戻って港の船のもやい時や講演をしてその後の人生を送った。そして60歳でこの世を去った。 最後には、高かが、が質なのに敗者に行かず、菌が入って感染症で死んだ。私はこの義兄が去ったずっと後、同じ大学、同じ名大の法学部に教授として奉職する。和田教授とも親しくなったが、このことは何も言わなかった。後に私は逆に大学権力者と一部学生運動の不敗的決定に抗議して辞任した。その時は私も他界していた。 このようなその後の我々の様々な人生の軌跡はいずれも人生をかけた。社会革命の運動の方向が60年代後半に光が見えなくなったように思えたからである。光は少なくとも分散した。後に多少なりとも思想を論じることになるお前には責任があるだろうと思いれれば確かにそうだ。私について言えばとても一人で展望ある思想を切り開き説得するという力はなかった。私にとってはカール・ポランニーの経済重量役との出会いはそういう時期のものであった。 そういう時代に対する無力感は形を変えて誰にでもあったと思う。今井にも戸田にも豊浦にもあったはずだ。その後の彼らの人生はいずれも60年代後半の光の分散を背負っている。我々はビートルズを背負った。それはなんとビートルズを背負っていることではないか。それがこの章の主題である。60年安保、またはその直後世代である私たちはすぐ後ろに続く後輩たちをビートルズに取られた。俗に言うとかっさらわれた。 60年代の最右だった我々は運動を大きくしていくための後続部隊の援護を断たれてしまって負けたのである。60年代後半の全教闘運動以前の学生作右は明らかに時代のヒーローだった。全教闘はそのやや小さな再生産である。ただその頃世界的に同時性を持って学生運動が展開されており、日本の全教闘はその中で一つの伝説となる位置にいた。1958年の日本共産党からの離脱から始まり60年の三池闘争。 次で安保闘争の主役となった日本の反日本共産党系全学連運動の栄光は全共闘運動よりももっと大きく世界に轟き渡った。それが後に審査役と呼ばれる検討運。しかし運動自体が内下派という内部暴力を生んだし、大学内部での全共闘運動だけならともかく、大学外における成田闘争では暴力的戦闘性の伝説を生まれても、社会からの共感は60年安保闘争の100分の1くらいに減ったようにも思える。 暴力のの哲学抜きの称賛が一部に起こり後のいわゆる過激派に行ってしまう流れもできた。全教徒の時代は新聞の報道がどんなに派手に取り扱っても、内部で起きていたことは本当の盛り上がりと熱気にかけるものだった。皇族舞台になるべき者たちが学生運動の代わりにビートルズとロックに取り込まれるという傾向を生んでいたからである。つまり私の後輩たちは良いやつも含めてマルクスでもウェーバーでもなくビートルズに行ってしまった。 はっきり言ってそれが日本の革命運動における哲学と質を崩していくことになる。逆にそれらが崩れていたからこそ若者たちがビートルズに行ってしまったという見方もあるだろう。私はこのことが偶然ではなく繋がっている、あまりにもタイミングが良すぎるという疑いを持ってきた。それがこの章で分析するテーマである。勝ち負けで言えば我々元サイクが社会的に負けた。結果、それぞれが表面的か内面的にか転校し生きていくことになった。 私はついに自民党の衆議院議員まで経験した。そこに行ってみたら何人もの旧学生運動経験者がいたのを発見したくらいである。ところで何をもって負けたとか崩れたとか言うと言えば、精神知識的なことだ。何においてもいろいろな局面があるが、世代のヒーローと時代のヒーローとかがその時持っているものには共通のものがある。時代の夢を自分たちが体現しているのではないかという充実感、社会が自分たちにその夢を託しているのではないかと思えた時の、 身の震えるような思いは何をもってしても超えることのないものだったはずだ。この本を書いている数十年後の私の目にも時折思い起こ,起こされるあの熱狂は生きることそのもののようだった。あの時我々は若かった。世界はどこにどう行くのか全くわからなかった。分かっていた連中がいたと後にした時はショックだった。その後は知ったことでは共産権の一部は真面目に日本で武装放棄をさせようと計画していたらしかったし、 それをどう受けるかと真面目に論じ合っている勢力もあったらしい。これは裏面主ではあるが事実として真面目な話だ。政治集会や社会科学の研究会に今でも、今では想像もできないくらいたくさんの若い学生が集まり、日本は世界は日米関係のあり方はと論じ合った。ただ集まるだけでなく聞くだけでもなく、語ること聞くことの一つ一つに大きく反応があり、集会は常に大きく揺れた。多くの学生と同じく、私も最初はそういううねりに感動して運動に入った。 中学での同級生の一人が日本で最初の若者向けサウンドのグループに入っていったというが、そちらの方には関心がなかった。政治を語る者たちのキラキラしため、メッセージを受ける者たちの純粋な同意を示す身振りは、体の真に記憶されている。私は2万人ほどの人前で演説することになった時、拍手や歓声を受けたことがあった。その時の身体の底から揺れてくるようなギラギラした時のときめきは到底忘れられない。 今井るの額を釣、まあ、った祭壇の前に置かれたというエメル派のヘルメットは、そのネルとときめきがあの世にまで持っていかれるということを示している。しかし我々は負けた。そして敵であるはずのビートルズについてもちょ、ちょっとでもうさんくさいなどと言えない状況に置かれることになった。もしそういえば分かっていない、遅れているという社会的罵倒が飛んだ。いわば見事な戦方の干渉、東方の全くの完敗であった。 以降、ビートルズを理解しないのは悪い奴、わかる奴は良い奴,良い奴良いという線引きが継続されることになった。私は多分西部へ進むなどはビートルズについては黙ることになったのだ。私はビートルズの世界石鹸以降は、どこかうさんくさいという内心の思いを見せないようにせねばならず、褒めないまでも理解できるという態度を取らねばならなくなった。昔の言葉で言う日料りみである。そうしなければ知識人の足くれとも認められないからだった。 食うためには知識人生の欠片も必要だった。実際のところ今でもこんなことを書いたらランチを出してくれなくなってしまいそうな友人系のカフェがある。だから本当はビートルズについて語るのは今でも気は進まない。辛かろうとなんだろうと人は真実を知らねばならぬ時がある。イラクやパレスチナの民衆は毎日辛い真実には出会ってるではないか。このヨーこからの手紙。幸せなビートルズファンも少しはビートルズの過ぎたない真実を知ってもよかろう。 ついでにサイモンガーファンクルの半端でないやり口も後に分析する。連中は間違いなくすごくたざとい。とても中途半端な我々の力の及ぶところではなかった。ジョン・レノンと私は,は同年である。イードルズは、つまり私たちの世代、60年安保闘争後、全共闘前が生んだ世界的ヒーローだと言える。それに対して何かを言えば、ただ時代のリーダーに対する妬みや鈍感さなどだと批判されるのが怖いため、 裏では、俺はビートルズなんかわからん嫌いだと呟きながら、公にはビートルズサンをしていた人を何人もか知っている。私も彼らを批判する資格はない。この章で明らかにする陰謀の事実を大学のゼミで論じながら、夜にはビートルズの何がすごかったかを電波に乗せて語ったことがある。反省する、でもやむを得なかったのだ。実は1980年代末、私は故、ジョン・レノン夫人、小野洋子から手紙をもらったことがあった。 90年代に入っていたかもしれない。世界の環境問題のため音楽で何かをしたいし力を貸してほしいという内容だった。小野ヨー個人ではなくその事務所が適当に人選して送った手紙かもしれない。だが彼女のサインがしちゃったと,と思う。よく覚えていない。このことを学生に話したら、先生はすごいんですねと目を輝かせた。小野ヨーの手紙の何がすごいんだと言っても通用しない。 何しろあっちには世界的信話ができていて、こっちにはまるでないのだから当然といえば当然だが、やっていられないではないか。そ,うそれに、いちいちこの章に書くことになる中身を教えられてはいないではない、教えていられないではないか。もちろん取ってあるんでしょうねという問いには、もちろん捨てちゃった返事は書いてと答えると、学生は事実自体を完全に信じない。 有名人からの手紙を有名人なのものだという理由で取っておくきもののない人がいることを知っておくべきだ。私の返事は消えまて簡単なもので、それを玄関で立ち話しな,らならぬか立ち書きをした覚えがある。いわくミュージシャンが音楽をそういう良いことのためのメッセージに使うというのは間違っていると私は思う。 もし環境保護運動などをせねばならぬと思っていても立ってもいられなくなったら、現金を寄贈するなり、排気ガスを減らすなり、直接やるべきである。別にお会いしたくないと書いた。相談ができればと書いてあったような気がするからである。こういう事実は証明のしようがない。私たちだけがそういう手紙をもらったはずはないからだ。テレビでよく発言していたため手紙をもらったのだろうから、他にも同じ立場の評論をがいたはずだ。 彼らは保存しているだろう。また、無視されたので先方の事務所には記録は残されていないかもしれがない、あるかもしれない。そんなことはビートルズフリーグだけの問題であって、私には全くどうでもよい。そんなことより重要な事実とは何か。と、影の資格人と操り人形。ビートルズというよりビートルズグループの資格人たちは次のようなことを意識的に行った。 バけの仕掛け人たちがやったことはビートルズの音楽に集中的、意識的にわけのわからないメッセージを込めることだった。後に述べるようにそのことが60年代の若者の運動を大きく曲げるのに役立つからだった。ビートルズ売り出しの仕掛けのバックグラウンドを見ておこう。ビートルズ最初のマネージャー、ブライアン・エプスタインは、1950年代と60年代をイギリスで編曲、イギリスの港町、 リバプールの労働者街で暮らしていた。生活に行き詰まっていたエップシュタインはビートルズのメンバーに会う。そして何があったのか彼は1963年には早くもヨーロッパのポップミュージック界でナンバーワンの大物プロデューサーになっていた。た,たくさんのユダヤ人マネージャーやプロデューサーを一段にして取り,もと取り求めて早すぎる成功だった。成功者の伝説がいつもそうであるようにエップシュタインが個人の力で軍団を集めたというのはおそらく都合の良すぎる嘘だ。 用意してくれる背後があったのである。ビートルズに才能があったのではなく、ある一定の人にはまる相連人形が求められていて、そこにはまったのであった。エプシュタインは貧乏な足利なユダヤ人であったことを自ら隠さない。努力と才能で貧乏から抜け出たと言いたいからである。しかし、裏の舞台には実行部隊がいなければならない。そういう場合、ユダヤ人がユダヤ人であることを隠さない場合には、必ず何かのストーリー、社会的神話における役割を振られていて、 意識的に公然化されていることが多いことを知る必要がある。当然そのパフォーマンスは舞台上だけのことで真の仕掛け人は他にいなければならない。ロシア革命で言えば舞台上のレーニンやトロツキに対してシフやロスチャイルドが影の仕掛け人であった。そしてこのエプシュタインにはすぐ後に述べるシッド・ベルインシュタインという超大物がいた。ベルインシュタインはエプシュタインと比較にならない業界の大物のボスだった。こちらにも神話ができているが、その神話では彼の羊民族は エプシュタインと全く違っててに認得されている1963年といえばケネディが暗殺された年だ。このことはケネディと同じ立場を取ることになったジョン・レノンがやはり同じように暗殺されるという必然が後に生まれることを考えさせる奇遇である。エプシュタインの転気はブライアン・エプシュタイン物語として1999年に映画化されている。ユダヤ人が作った中でも最もユダヤ的な映画の中に分類されるこの映画は、微妙なことは一切省いて描かれている。 実際には多くのユダヤ人たちがビートルズの売り込みに関わろうとして集まってきた、あるいは集められた。言うまでもなくどういう哲学と思想と売り出し技法が練られたかについては語らない。それを今、我々が分析するのである。ビートルズの全世界への仕掛け人はアメリカのシッド・ベルインシュタインだった。ベルインシュタインはエップシュタインと違って、それまでにすでに多数のミュージシャンを手掛けている音楽業界のボスだった。 幼少の頃、イーデッシュ語しか話せない祖母の部屋で育った人物である。それは一般的に言って、ベルンシュタインがはるかに大物であることを意味する。血は4分の1だが、実質的にはユダヤ人であったレーニンがその背景を隠しており。もっともそれだけではどういうということもない。もともとポップミュージックの世界では、資金資本家の世界に次ぐぐらいに、アシュケナージユダヤ人のネットワークは強力だからだ。ベルンシュタインの伝説の人として語るときには、いつも、 彼はビートルズだけではなかった。他にもたくさんのスターを作り出したと言われる。例えば、ローリングストーンズ、レイチャールズ、クリデンス、クリアウォーター、リバイバル、その他、その他を彼は手掛けたからだ。だが、その中でも明らかにビートルズの思想的位置だけが結出していた。他のスターは確かにスターだが、ビジネスだけのものだった。しかしビートルズは違った。ビートルズは最初からビジネス以上に政治がかかっていたのである。 ベルニスタインはエプシュタインと協力して、彼から買ってビートルズをイングランドの田舎町からアメリカを通じて世界のヒノキ部隊に引っ張り上げた。それも歴史上特別に輝くヒノキ部隊だった。単なるビジネスとしてでなく、一つの思想運動として行った。別の言い方をすれば思想運動をビジネスとして行った。それはロシア革命をビジネスとして行ったのと同じやり口だった。仕掛け人も基本的には同じだった。 そこをなんとなく感じて私は最初に不快感を感じたのである。意識的に意味不明な哲学。彼らはいろいろなことをやったが、音楽そのものについては次のようなことを試みた。自信を持って推進した。ジョン・レノンを含めてリバペールの悪キどもの知恵でそうしたのではない。プロデューサーたちがそうしたのである。まず歌詞に込めるメッセージを意識的に象徴的なものにした。平たく言えばわざと意味不明にした。 理由は時代、1960年代が大きく政治反対性に向かっており、若者たちの怒りや不安がしばしば具体的な政治行動に向かおうとしていたからだ。そして日本では私などもその中にいたビ。ビートルズプロジェクトでも呼び得る者は意識的にそれを攻撃した。後にフランスでユダヤ人哲学者デリダがやったのと同じ、明確なメッセージをことごとく棚から下ろす商売法だ。どこかにそういうマニュアル本でもあるのかもしれない。 ヒートルズに先行する音楽的ヒーローはエルブス・プレスリーだったが、彼はアメリカはテネシー州メンフィスのさらに南のミシシッピの田舎から来たお兄ちゃんで、最後の最後まで田舎っぺ丸出しだったし、陰謀や仕掛けの欠片もあるものではなかった。彼の音楽は政治的メッセージどころか、社会的な方向性の匂いさら持たなかった。歌は本当に天才だったし、持っている雰囲気は1950年代の黄金のアメリカを象徴していたが、何かを引っ張ったわけではない。 ところがビートルズは明らかにわざと引っ張っていく何かの方向性を持っていた。そこがプレスリーよりビートルズがはるかにインテリに評価されるところとなったのである。その方向性とは何だったのか霧の海で逃避と自閉の正義を。ビートルズはその売り込みに際して重要にサブリミナルテクニックを駆使した。この事実は容易に確認できるし絶対に否定できない。ウィリソン・ブライアン・キーノメディアセックスがその研究所である。 彼らが歌う歌の歌詞がわざとはっきりせず常に曖昧なものにされていたのは、その一つにはそのテクニックを活かすためであった。ある方向性への指示を行うのは都市の街路においてよりも、応用たる海の霧に巻かれている時の方が有効である。そのため全体的には必ずわざとおぼろげなメッセージが選択された。その時何かを主張する規制の価値観ははっきりしすぎているため、薄っぺらいものだと排除される。 照の仕掛けと同じだ。何かを正面から言うのは全てくだらないという仕掛けだ。そしてその代わりビートルズの音楽には土台というか枠組みはしっかり確立されていた。枠組みとは現実への軽蔑とそこからの逃避が主張されることであった。愛や恋は語られなくて、その代わりに家族や友人や間接的だがはっきりと正義について語られた。この場合、正義とは逃避することであった。だからビートルズの音楽では常に広い意味での道徳が語られている,ると言ってよい。 これもインテリに受けた理由だったが、それは当然で、そこがビートルズと悩みだったと言えるだろう。19世紀の法哲学者グリム兄弟は、ゲルマン社会の民衆の道徳観を探求するため民話を収集したが、法哲学の講義も担当した。私がビートルズをそういう目で検討すると、簡単にまとめた結論は以下のようになる。ビートルズのメッセージは、1、家族も政治形態も全てイリュージョンに過ぎなくて、体制的な道徳もくだらないが、 その改革にうつつを抜かすのも、ナンセンスだからやめなさい。もちろん革命も。に、自分自身があるのだから断固そこに戻りなさい。というものである。このため、時代的にちょっと先行する我々の政治的メッセージは、吉し氏しが判断されたり考察される前に拒否されることになった。言うまでもなく、このビートルズのメッセージは全ての政治的メッセージをダサく見せる効果を持っていた。傲慢な支配者は抑圧された民衆が目覚めることを嫌う。 そういう場合の決まり文句は、お前らは一遇を照らしていろ。決して全体に目覚めるなというものだ。はっきり言ってビートルズは若者たちにそういうメッセージを送り続けた。真に送りつけてきたのはシッド・ベルンシュタインである。ロックはしばしば反対制の武器と見なされるが、それは実は体制が強烈に自信に満ち満ちて、まだにシステムが有効な時にかけられる。体制が弱っている時は、それが逆になる。ロックに夢中になる若者が増えると、本来は反対制、 我がわの戦力になるべき若い戦士、兵士が戦線離脱していくことになる。向上的な不満や怒りであるべきものが、つかの間のロックで解消されていくからだ。つまりビートルズは政治のメッセージだったのである。だが普通こういうことは意図的な仕掛けではないというは思われるだろう。だからもう少し事実を追っていこう。ビートルズ売り込みには無数のサブリジミナル的仕掛けやよく考えられた感情の誘導が組み込まれているという事実だ。ポール・マッカートニーはなぜ死んだか。 無数のサブリミナル作戦中の一大成功例は、ポール・マッカートンニーが死んだと見せかける60年代後半の大胆不敵な目論みだった。マッカートンニーは意識的にしばらく公の場から姿を消していた。ポールが死んだという噂が世界中の大都市の新聞に出まくっても、ビートルズ側は否定つつわざと広がらせ,広がらせていった。一見茶事な仕掛けに見えるが、一般に詩的な背景がある。こうした伝説や噂は田舎ではなく、むしろ大都市に広まるものだ。 広まり方は決して多種多様バラバラにはならないもので一つか二つの限定的なパターンに当てはまっていくものだこのことは1980年代以降の都市伝説研究シエル・ヒッチハイカーやチョ,チチョーキング・ドーベルマンあるいはミミズイリハンバーガーなどが提示した研究成果であって今でも決して一般的な知識ではないがビートルズの背後はすでに10年以上も前にそれを知っていたのだと思われる 都市伝説の研究は都市民族学の重要な柱である。これは決して素人がそれなら俺でもできるという無手活量で感覚的なものではない。それも彼らの強力な情報力の一つであろう。かくて都市の若者に影響を与える最も有効な手法が明らかに意識して用いられた。噂というものはしばしば馬鹿げているが噂を意識的に利用するのは馬鹿げた頭ではできない。言うなれば集団的マインドコントロールの技だからである。ビートルズに4人のメンバーどもがそれを知っていたとは思えない。 犯人は間違いなく情報操作の高度なプロである。そういう目から見ると、大都市の新聞はこの手の噂のばらまきには、結果的に最高の効率的メディアだった。もちろんマッカートには実際には死んでなどなんかいなかったのだから、噂を打ち消す気があれば簡単なことだった。しかし目的はファンを不安に駆り立てて、マインドコントロールしようということだったから、もちろん作戦終了までポールは隠されたままだった。 噂のルフト中で出されたアルバムマジカル・リミステリー・ツアーには、ストロベリー・フィールズという曲が収録されている。この曲の最後の部分に不可解な低い声が現れて、私はポールを埋葬したと呟くのである。このメッセージは曲のどの歌詞の意味より明瞭だった。曲のどの歌詞もほとんど明確な意味を持たされていないのだから、これは目立った。こうした若者たちの不安は政治や社会や家族のことから離れて、ポールの聖師とビートルズの今後のことについて集中させられていったのである。 大々ヒットアルバム、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド、1968年の表紙はこの作戦のために意識的に作られている。そこにはビートルズに4人のメンバーが描かれているが、なぜかポール・マッカートニーだけが見る人に背中を向けている。もちろん、なぜかの答えは明瞭で、ポールが死んだとサブジービーナル的に訴えるっているものだ。さらに、アビー・ロードのアルバムの表紙にはポールが露骨に死に装束で登場している。 ビートルズ・イン・ビギニング・イン・ザ・ビギニングというアルバムのレイアウトは4本のローソクと食台が描かれているが、そのうちの1本は火が消されていた。ビートルズの登場に夢中になった私の後輩たちを見事に焼き目させられただろうことを思い出せ、君らは単純にマインドコントロールを受けていたのだ。後に確立されたビートルズには知的が意味があるというごます評価とは逆に、売り出し当時、多くの心理学者や社会学者は、 若者たちのビートルズへの陶水ぶりに大きな疑問を持っていた。そこで行われた調査はビートルズの曲や,曲や歌詞の意味を若者たちがどう捉えているか分かっているかという調査であった。ミシガン州デトロイトとグランドラビッツの400人以上の生徒たち、第8学年、第11学年のうち、大ヒット曲、オールド・トゥ、erm ・ビリー・ジョー、インセンス・アンド・ペパーミント、ヘビーミュージック、それにルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ザ・ダイマン・ボンドなどの 歌のの意味を何とか説明できるものは20%だった。心理学者ジョン・ノビンソンとポール・ヒルシュということを調査して報告した。重要なのは、多くのテイニエイジャーが一応に意味についての議論を積極的に避けようとしたことだと調査者が言っていることはよくわかる。これ問題なのは、ティーニエイジャーが知的に劣っているということではなく、ビートルズ側が意図的に意味性を避けるような明確なメッセージを送っていたということである。 多くのビートルズファンがそういう意味なんか問題ではない。良い音だから好きなんだと言って言わされていたのであった。ビートルズは政治的メッセージだった。金色の少女の正体は言い間でもなくビートルズにはメッセージがあった。それは逃避であり、体制と反対性、両方の運動の具体的拒否である。先に挙げた最後の曲、Use in the Sky with the a m Diamond はその曲名自身の頭文字に幻覚ドラッグ LSD の頭文字が無理やりに埋め込まれていた。 ルーシーとスカイとダイヤモンドである。それは決してただの言葉上のシャレではない。中身においてもドラッグ中毒者に分かる因果をたくさん駆使してドラッグをうまくやれようと言っているのだ。ここら辺に来るとビートルズ側はもう相当に自信をつけて大衆を舐めてかかってきてもいる。遊ぶ余裕さえある。あるいはもう捕まえてしまった予習のちょ勝利にかかっている感さえある。こうなるともうサブリミナルの域を踏み出して露骨である。それでもダイヤモンドを持って空にいるルーシーというのが単語だけの明快ながら、 全体の意味は、防揚という原則に則っ,っていることは変わらない。大体、ダイヤモンドを持って空にいるルーシーというタイトルそのものが意味を持つようなものではないのだ。ポールが歌った超ヒット曲、ヘ、hey, イ・ジュードは、見せかけの友情のもと、キリストを裏切ってユダを歌ったと見せるもので、偽善の中に生きるキリスト教徒に警告を走っているようにも見える。だが、苦しいと思う時には、hey, いつでもヘイ・ジュードとのリフレインは、むしろ苦しかったらいつでもユダであれ、ユダの方がいいんだと言っているのと聞くのが必然だ。 苦しい時にはもう戦うな。ユダになってもいいんだと言っていると考えるべきだ。この柔道がユダだけでなく、ユダヤ人の陰、もはや名誉であっても何の不思議もなかろう。ポールは曲の中で彼女を心の中に入れなさいと歌う。この彼女とはドラッグのことを意味する。当時ヘロイン等を打つ注射器は陰語でシルバーガール、すなわち銀色の少女と呼ばれていた。彼女とは言うまでもなく、この銀色の少女のことである。だからこの少女を入れるための心は日本語では同じ心であっても、 言語、英語ではマインドでもソウルでもなく、ハート、つまり肉体と機関としての心臓なのであった。だから注射器は心臓の血液循環ポンプの中に麻薬を具体的に入れるものとして登場する。そうすれば君はもっとうまくやれるだろうとなる。恐れることはない。彼女を皮膚の下に入れる瞬間は、に、君はもっとうまくやれるだろう。僕を沈まさせないでくれという訴えが繰り返され、クールとか寒気というドラッグの禁断症状を表す言葉が品質し、 第4番目の節では、思い切っ,って彼女を手に入れ、心臓の中に入れろと歌うのである。続く第5節では、君は一緒にパフォーム、トリップもつまり飛ぶの同義語をしてくれる人を待っている。君はそれがまさに自分だということを知らないと歌う。父母のいる家庭や社会や社会運動の中には君の居場所はなく、君自身こそが君の必要とする全てであるということである。いわゆるミニズムの走りだ。ミニズムはもちろん明確な瞬時的政治行動を否定する。 さらに六骨で決定的なフレーズがある。君に必要な動きは肩だけだである。ヘロインをやらない人には意味不明。ビートルズの歌詞はいつも象徴的だから噛まないと聞きては思う。でも、ヘロイン注射の針はどこに刺すものか知っていれば、それやれと言っているぐらいに明瞭ではないか。ヘロインを心臓の血管に入れるためには肩に注射するのが普通だった。もちろんヘロインは脳の神経伝達物質に働くのだが、気分としては脳ではなく心臓に入れるものだったから、 になったのだこの歌には、ママ、助けてという声が挿入され、ついでにうまくやれ、逆戻りするなというメッセージさえも届けられる。60年代末当時、音楽評論家たちが何をどう言っていたか私は知らないが、英柔道に関して言えば、うっかりもすれば、もはやサブリミナルとは言えないぐらい逸脱した、はっきりしたドラッグへの借り立てであった。このビートルズ、および背後のユダヤ人たちの仕掛けぶりは、後にメディアとサブリミナルのセクシーメッセージとの関係を研究した、 学者によって成功の代表例として紹介されることになった。つまり、ビートルズは麻薬支援の政治的メッセージだったのである。偽善からの旅立ちの偽善。ビートルズの場合、しばしば権威への反抗を促すようでいて、全くの偽の外壁であった。一見理解を示して人を引きつけ、それを全てドラッグへの端的に中連させるようなメッセージがまとめて送り込まれている。ドラッグでなければユダになること、すなわち積極的逃避裏切りである。 当時、日本はほとんど英米のドラッグが入ってきておらず、若者たちはビエトルズの真のメッセージにとってほんの入り口に過ぎないところの依然を生せ、形の中に真実はない。例えば、つまりは家族の中にもないというあたりだけをアマチャンの反対性的言語として受け取ったのであった。そして、日本の政治運動の内部に単純なアマチャン思想やそれに直結する単純な暴力主義を拡大させていくのに大いに貢献したと私は考えている。 つかかてビートルズにおいては社会や家族制度への批判は一人一人がドラッグでもやって自分自身に戻ることによって全て解決できるよというように修練させられる。制度については全て制度そのものがむなしいとグローマなされる。だからジョージ・ハリソンはこう歌う。僕らはみんなの間には距離があって人々はイリュージョンの壁の背後に自分たちの姿を隠している。これは飢えて路頭に迷っている子供たちに対してこの現実はひどいお菓子とか温かい食事をあげるから。 一緒に泥棒になろうと誘いかける。泥棒からの最初のメッセージなのだ。この見せかけの偽善の存在、その偽善の中にいたたまれない私たち、だから本当の世界へ旅立とうというのがビートルズの提出した。漠然とはしてはいるが全体的メッセージだと一般的に言われている。そしてこのメッセージは、後日のサイモンガーファンクル及びそれ以降の音楽チームの中心となっていく。偽善からの旅立ち、そこには一見も何も問題はないように思われる。 しかし問題がある。例えば、もしもあなたが単婚小家族制の支持者だったら大問題だ。ほとんどの歌の歌詞が、親子兄弟関係の若者が生きてきたこれまでの偽善を攻撃しているからだ。もちろん象徴的ではあるが、他のことに比べれば極めてはっきりとである。これは家族の強化ではなく、家族の崩壊の方向を積極的に支持している。ビートルズ登場以前に社会運動に関わっていた私の立場から言えば、ビートルズは全ての問題の正面からの逃亡、あるいは逃避を呼びかけたことがはっきりと見える。 で、我々が負けてそちらの方が勝った。明確な体制変革を呼びかけて私たちは負けた。それは間違いない。ましてや私などは以前から体制変革運動自体に変革の必要があると考えていたのだから、勝てる要素はなかった。しかしこれは勝った方が偉い。負けたらダメだと言ったようなことな,ことなのだろうか。イギリスはリバプールだかマンチェスターだかの田舎町の音楽少年グループにこんな大それたことができたものだろうか。4人は明らかにあいつり人形であり、早めの解散も最初から予定されていたに違いない。 いかに実体が操り人形であっても、売り出されれば、アーティスト本人も力を持つからだ。一番反抗的だったジョンネンなど,のなどは、哲学者にまで格上げされる。だから、早めの解散、すなわち操り人形が自覚していくプロセスの切断は必要なのだった。内部にいる人間はいか,いかに元が田舎のアマチャン坊やであっても、少しは自覚している、作戦の実態についてのインサイダー情報を持つことになる。それが大した存在と思われていないものなら構わないが。 ひょっとして哲学者に昇格した男が具体的に何かを語ろうとしたらどうなるのか。そのため狂っているチファンが仕込まれ、哲学者アーティストを打ったとしても、この世紀の第一プロジェクトにとって汚点でも何でもない。汚点というのは全体が白いところに付着する染みのことだからだ。全体が汚点だらけで汚れ切っていたら、染みは一つ二つ増えても汚点とは言わないからである。本書で先にケネディ暗殺のことを述べた。ケネディやビートルズが売り出してくる1963年にやりすぎて突出したため、 昔の同志から暗殺された男だった。ジョン・レンドンもそうだったかもしれない。殺され方もよく似ている。直接にはまるで関係がなかった人物が突然暗殺の引き金を引くのである。そしてその男が撃ったか撃たないかを別にして真の犯人はどこかにいると思われるのである。誰が本物の喪失者か。では残る問題は一体ビートルズブームの本物の喪失者は誰かということだ。 この誰かは、キリストを裏切ってユダを再評価し、西洋キリスト教社会が作り出した単魂小家族性を明らかに馬鹿にするメッセージを送っている。当時、大家族性を一生懸命宣伝していたのは、のはイスラエルのユダヤ人で、音楽産業も当時からユダヤ人の拠点だった。すべては見せかけ、本当のものはその次元にはないというのは、現代のフランスのてて哲学者デリタの口調にそっくりだ。 ビートルズによって骨抜きにされたと言える破れた側の社会運動の波は、そこで破れなければほとんど間違いなく中東問題に向かうところだった。つまりイスラエル建国を批判し攻撃を開始しかけていたのだ。実はその運動の中核にはエリートユダヤ人の指定、つまり資金資本家の指定も多数入っていた。21世紀に入って今やユダヤ資金資本による非世界支配の時期の切り札になった感のあるヒラリー・クリントンもまた、大学生時代の一時期、断固たる左派学生運動家だった。 権力を持つ誰かにとってユダヤ人の若者のこういう反イスラエル、反ユダヤ系資金資本に向かう変更は危険なことだった。しかもそれは決して個別な問題ではなく世界の若者たち全体の潮流になろうとしていたのだ。それは感化できなかった。だがその時期にまるで迎撃するかのようにビートルズのマインドコントロール運動が成功し、クリントンは新しいサイクルであることを捨てて、反シオニストの強力な敵に成長して、21世紀を迎えているというわけだ。 ということは、このビートルズプロジェクトの商売としての成功及び神話としての成功もまた、単純にカザル・アシュケナージが仕掛けたものなんだったのだろうか。そう単純ではないのだが、ここでは結論は出せない。誰か,暇誰かが調べてほしい。だが私の推論を述べておこう。権力家のカザル・アシュケナージ大臣はあの時期、イスラエルをめぐる状況が危,険危機的なほど厳しく、1963年に暗殺せねばならなかったケネディの反乱もあったし、焦っていた。 その中で自分たちの指定を含めた全世界の若者たちの反対戦運動は大脅威だった。イデア人たちの中でも最初から多数存在することは存在した、反イスラエル建国派が力をつけようとしていたからである。だからケネディの反乱は暗殺という強行手段まで持ちんねばならなかった。そういう苦慮すべき状況の中、若者たちに自分たちにとって都合の良いメッセージを送り、うまくマインドコントロールでも仕掛けられる弾が見つかった。それがビートルズである。 多分他にも探していただろうがビートルズになった。マインドコントロールというか思想運動の方法は既に研究されていた。メディアを通じてシーマナイスフォークロアを作り出すのが基軸である。実はその方法はジョン・ケネディが大統領になる時に既に用いられている。その時それを行った連中が今度はビートルズ売り出し運動に協力して、イにノべてような売り出しが行われた。だからもちろんジョン・レーノンは顔つき以外に哲学がなかったが、最後に何か真の主人に具合の悪い反抗をして暗殺されたのだろう。 同じジョンの名前を持つケネディ・ゴしと同じ反抗したによってである。嘘にかける足、サイモンガーファンクル。明日にかける足と訳されるサイモンガーファンクルの名曲、ブリッジ・オーバートラブル・ウド・ウォーターは、1969年に発表されてシンディグルレコードとして500万枚売れ、アルバムとして400万枚以上売れた。ビートルズのサージェント・ペッパーズにわずかに及ばないが、ビートルズに劣らず音楽の世界を席巻した。 ブリッジはレコード業界のオスカーに相当するグラミー賞を5部門にわたって受賞した。これはフォークソングだった。フォークソングという分野はすぐに明確な反戦、反ベトナム戦争主義者、ジョーン・バイズを生むように、反対戦の匂いをビートルズより強く持つものだったし、この歌も時にはそのように取り扱われる。少なくとも現状肯定ではないということではそうだった。その陰には露骨な嘘が含まれていた。陰で露骨とは誠に妙な表現だろうが、 バカには分からなければ、それでいいさと言っているほどのこズだった。音楽評論家は、一味だったり買収されたりした。調べてみれば分かる。ハンセンフォークの女王、ジョーン・バイズに対し、キンキン・ゴーとかケチをつけ、バイズ来日に際して、日本の森山良子の方が上手いとか言った連中は、いずれも明日にかける橋の先棒担ぎだったはずだ。作曲者サイモンはこの曲について、安らぎを感じさせるものを作りたかった。温かみがあり、リラックスさせるものを、 僕の音楽がトップ10に入るようなものとはどこか違っていると語っている。しかしそれは嘘だ。トップ10の歴史的リーダーはビートルズであった。そのビートルズとサイモンの音楽は関係ないとは言わせない。主張がそっくりだからだ。日本,の日本人評論家ミュージックシーン関係者もこの一種の運動に買収されていたと言える。なぜなら日本語の曲名自体が恐るべき微妙な言い換えであるからだ。ブリッジオーバートラブルズ・ウォーターはトラブルド・ウォーターの上にかける。 あるいはかかった足である。トラブルドウォーターとは海なら荒れる海、川なら坂巻くあるいは渦巻く波のある川のことである。どこにも足なんかが歌われていない。歌われているものがあるとするなら、坂巻く水の上を越えてでしし出航して得られた安らぎの世界のことである。役は私である。疑問があれば、歌詞を見てもら,てもらいたい。 君がうちししがらっているとき、君が当てもなく通りをさまよっているとき、すっかり暗くなってしまった夕闇には、僕が君を慰めてあげよう。僕が君の身代わりになってあげよう。黒い闇が訪れて、周りには苦しみばかりになったとき、坂巻く水の上にかかる橋のように、僕がこの身を投げ出してあげよう。繰り返し、ポール・サイモンの作詞の一部。とても美しくて優しい。メロディーの方はビートは短く、激しいダンスはできない。 冒頭に教会音楽譜の弱いピアノが流れるぐらいだ。この地からわかるように、橋は坂巻く水の上にかかっている。その橋は渡れば明日につながる橋なのか。そういうわけではない。橋はただの橋。人が逆巻く水に巻き込まれないように、何かを避けている場所に過ぎなくて、それも誰かが身を投げかけてかろうじてできているだけの橋なの、橋なのだだ,だからいつまでもそこを橋の上にはいられない。俗な表現で申し訳ないが、 橋はちょ,っとちょっとだけの緊急避難場所だった。では橋に避難してからどうするのか明日はどこからやってくるのかこれから紹介するのがそのメッセージである。そんな歌詞はお前よりよく知ってるとは言わないでいただきたい。サイモンたちの露骨な影のメッセージはあなたの頭を取り抜けて体に浸透したはずだからだ。先に挙げた歌詞が終わると曲調前提はアイカらずソフトのままだが、よく計算されると恐るべき転換が行われる。ビートも入ってくる。 エコーのかかったドラムが聞き手の心を奪う。それまでにそ,そうだその通りだ。俺たちは偽善の世界で苦しんで涙がいっぱいだと説得されていた聞き手は、もうたまらない状況に持ち込まれるのだ。ビートルズもよく裏返りを出して曲調を転換させるが、この場合の方が見事な効果だと思う。それは野球の投手が急速の遅いカーブを投げ、次の速球をことさら早く見せるのに似ている。それでは一気に解放へ、そして明日へと誘うものは何か。 今述べたように、橋は当たらない。言うまでもなく明日にかける橋は意図的な御役である。サイモンガーファンクルは次のように歌う。もちろん音、音は解放に向かって解放的になる。曰く、銀色の少女へ船出の時が来た。今こそ船,の船出の時だ。君の時代は輝き始めている。君の夢はすべてそこにたどり着く。ご覧その輝きを、もし君や仲間が必要とするなら、僕が君の後から行くさ,さかまく水の上にかかる橋のように、僕が君を楽にしてあげよう。 とということなのだ国語の問題のようだが、橋は橋であることをやめて、一緒に交換に来てくれると言っている。コンサートではこの部分で、聴衆が皆感動し、涙さえ流して熱狂した。つまり、明日にかける橋は内容的には明日に向けての船出だったのだ。まるで演歌だ。伊沢は明けに明日は私かという歌があるではないか。全く同じものだ。この銀色の少女とは何者か。突然登場して誰にでもわかっている問いではない。扱いではないか。 だから露骨なサブルミナルだというのだ。銀色の少女は先にも述べた通り、ヘロインの注射器である。尻尾、宿舎という表現は、旅立ちトリップする。トリップに出るのというのと同じド,リドラッグの用語である。簡単には飛ぶというのと同じだ。トリップは一人であると恐怖を覚えるような孤独感に押されるときがある。鉄時の寒さも感じて、これをクールな感じと言った。だからドラッグには仲間が欲しいものだが、 ここでは逆向く水の上にかかった足がその体を人間に戻して仲間になってくれるという。嬉しいではないか、親切ではないか、若者は喜ぶではないか。かくて逆向く水の本体である社会や家族の偽善は銀色の少女、シルバーガールによる船手によって乗り越えられる。そして若者は無抗議して到達できる。もしそこが本当に明日であれば、若者は明日を迎えるのである。だが私の考えではそこは本当の明日ではない。全ての問題をごまかして逃避した世界でしかないのだから。 当時からはたちは足が友達になってくれ,くれる、そんなわけはないだろうと思ったのだが、ビートルズになって抵抗できなかったのに、もっとソフトで計画的だったサイモンガーファンクルには手も足も出せなかった。清く負けを認めた私は、今、明日をかける足を、下のリハビリ用に使ってなぜ抵抗できなかったのかを自分なりに研究している。音楽まで政治に動員して、なおかつそれ自体でも商売をする。この仕掛け人たちはあざとくもあるし、優秀でもある。 非常に優秀なパンツの悪手である。しかしそういう優秀な技が当人できない過剰を溜め込みつつある地球に通用するのであろうかカフェを筆頭に行き詰まりつつパンツ、あるパンツに解決の道を示したりできるのだろうか